署のお二人によります振り込め詐欺ひったくり等の防犯のお話をしていただきます。とっても大事なお話だと思いますので、しっかりとお聞きいただければと思います。それでは高輪警察署の内田主任、そして内川主任、よろしくお願いします。拍手をもらいながら行きたいと思います。一番オレオレ詐欺が一番多いんじゃないかっていう方、違いますね。あ、意外と少ないですも一番、まあ、2問とも正解した方ですね。まあ、何もありません。経費何もありません。
ね、でもあのオレオレ詐欺が一番被害が多いんですけども、まあ合わせて詐欺被害もほぼ同じくらいになっております。輪投げ。
はい、追加せんすよ。どうでしょうか、皆さん、あの2、300万手持ちで持ってる方いらっしゃいます？いないですか？あの、いたら私後ろがついてっちゃうと思うんですけど。いないですね。あ、いる方いますね。すごいですね。ちょっとその方、仮にあの気をつけてくださいね。あの、ご支援がいたから取られちゃったらご覧ください。先生、あの、まあ、大体ですね、皆さんお財布なんかそれぞれですけど、まあ、大体の方は1万とか2万、まあ、何万、何十万でいる方いらっしゃると思うんですけど、これは結構なんだかな。まあ、カードでね、支払いするんで、まあ、お金ほとんど取ってないっていう人が多いかもしれないですね。はい、あの、なので、1回のですね、引っ越しなんですよね。引っ越しって分かりますよね。こうやってきて、無理やりこのバッグをガバッと持っていくんですけど、これ歩いてるじゃないんですよね。多いのはですね、バイクなんですよ、オートバイ。オートバイでガーッとして、バーッと持っていっちゃうんですけど、これ、皆さんどうやってバッグ持ってますかね。あの女性の方、まあ、肩からショルダーでかけてる方、手で持ってる方も、まあ、首からかけてこう斜めにかけてる方もいらっしゃるんですけど、こう持ってる時にいきなりバーって持ってかれたらどうなっちゃいますかね。引きずられますよね。こうやってぶっ倒れちゃうんですよね。あの、